ロバート・コリングとチャールズ・コリングのコリング兄弟は、イングランドの畜産家である。牛、羊、穀物などの改良で、目覚ましい成果を上げ、とりわけ牛のショートホーン種を創出したことで知られている。コリング兄弟は、イングランド北部のダーリントン近郊で生まれた。ダーリントンは牛を取引する定期市が開催される町である。生家は、ダーリントンから北に4マイルほどにあるブラファトンという町のケットンという地区にある。両親は父のチャールズ・コリング1725から1795と母のドロシーである。兄弟はどちらも人付き合いの苦手な性格で、それが災いして一時的に仲違いをし、双方の農場が疎遠になっていた時期がある。しかしやがて和解し、協力して農場経営。とりわけ牛の改良に取り組んで未曾有の成果を上げた。長男のロバート・コリング、1749年から1820年3月7日は、通り一遍の教育を受けた後、タイン川の河口にあるシールズの町の雑貨商へ奉公に出た。しかし体調を崩し、実家に戻って父の農場を手伝うようになった。ロバートは、ダーリントンの南隣にある、ハーワースでしばらくの間農業について学んだ後、バンプトンにある農場で働くようになった。バンプトンはコリング家のあるケットンの南西にある隣村である。やがてロバートはバンプトンの農場を任されるようになり、後にこのバンプトンの農場がコリング兄弟の本拠地になった。家畜の品種改良に関しては、兄のロバートの方が技量が上だったと評されているが、存命中は詳細に長けた弟の方が目立ち、影が薄かった。ロバートは終生未婚のまま、1820年3月7日にバンプトンで没した。農場は弟のチャールズが引き継いだ。次男のチャールズ・コリングは父からケットンの農場を継いだ。兄のロバートが働くバンプトン農場とは目と鼻の先にあった。チャールズは1783年7月23日にメアリという女性と結婚している。メアリも牛の改良に並々ならぬ関心を持っていた女性で、チャールズの事業を大いに手助けした。チャールズには商売の才能があり、やがて兄弟が生産した牛がイギリスで話題になると、もっぱら弟のチャールズの名前が知られるようになった。1820年に兄ロバートが亡くなった後は、その農場も引き継いで1836年まで生きた。1782年頃、兄弟は畜産家のロバート・ベイクウエルに3週間ほど師事した。兄弟はそこでベイクウエルの革新的な品種改良手法を学び、これを実践した。兄弟の師にあたるロバート・ベイクウエルが創出したロングホーン種、ロバート・ベイクウエルは、家畜育種の父と称される人物である。ベイクウエルはイングランド中部のレスター州のディシュレイという村で広い農場を営んでいた。ベイクウエルはそこで羊や牛などの品種改良で目覚ましい成果を上げ、イングランドの農業革命の立役者となった。ベイクウエルが創出した主な品種は羊のリンカーン種、牛のロングホーン種などである。ベイクウエルの当時としては、革新的な品種改良の手法は、ダーウィンの進化論形成に影響を与えたとされている。ベイクウエルの先進的な手法の一つが、有量個体の選抜である。ベイクウエルはまず、改良の目標となる望ましい性質を厳密に定量化し、その性質を備えた個体だけを選び出すということを行った。例えば乳幼種の場合、乳量を多くしたいのか、上質な乳を得たいのか、はっきりする必要がある。これらは両立できないものであり、乳量であれば単位日数あたりの必乳量を数値化し、質を求めるのであれば栄養分を分析して統計化し、求めようとする優れた形質を明確にするのである。肉用種であれば体が大きくて骨が細い個体がぶどまりが良く生産性が高い。ベイクウエルは解剖学を収め、自ら骨格標本や心液標本を作って研究を重ねた。その上で背中のラインと腹のラインが平行であること、そして体が長く、四肢が短いことを重要視し、それ以外の部位、例えば頭部などの形状は、肉用種としては重要ではないことを定めた。さらに生産性を高めるため、家畜が産む子供の数や頻度、成長の速度などを統計化し、生産能力の高い個体を選び出した。また、これらの調査を実施するために、家畜の個体識別や血統書の作成や管理を行った。当時はまだサラブレッドの血統書の整備も行われていない時期であり、個人的に行っていたこととはいえ、家畜の血統管理は先進的なものだった。ベークウェルのもう一つの手法が、近親交配による系統繁殖の導入である。当時は一般的に家畜の近親交配は忌避されていたが、ベークウェルは求める形質を固定するためには、徹底的に近親交配を行う必要があると考えた。そこで、常日の手法で選抜した優良個体だけを繁殖に供し、近親交配を繰り返して優れた新品種を生み出していったのである。はじめ、コリング兄弟は、ベークウェルの行う近親交配には懐疑的だったという。しかしある時、ハバック号という種牛を交配するとき、誤って近親交配を行ってしまった。ところがそこから優れた牛が生まれてきたので、コリング兄弟は、ベークウェルの手法の熱狂的な信奉者になった。コリング兄弟は、地元の在来牛の改良にベークウェルの手法を取り入れた。ダーリントンの町は、ダラム地方のティーズ川のほとりにあり、彼らが改良に使った地元の在来種は、ティーズウォーターの在来種とか、ダラムの在来種などのように呼ばれる場合もある。これらの在来種は元をたどれば、古代にローマ人が持ち込んだ牛や、中世にノルマン人が持ち込んだ牛、さらにオランダから入った牛などの雑種だったと考えられており、個体ごとの差異が大きく、一つの品種と言えるような共通の特性を持っていなかった。後世の改良種と比べると、外観もバラバラだったと伝えられている。兄弟はこうした在来種から望ましい形質を備えた牛だけを選抜し、30年かけて徹底的に近親交配を繰り返した。コリング兄弟の農場の牛は従前に比べて産肉量が倍ぐらいになり、牛乳は出乳量こそやや低下したが、栄養価は大きく高まった。兄弟の生産する牛は19世紀の初め頃から注目されるようになり、とりわけ1810年に彼らが競りに出したお牛は、牛一頭の値段としては、史上初めて1000ギニーの値がついて記録を作った。このお牛はコメット号といい、伝説的な名種牛になった。現在のショートホーン種はすべてこのコメット号の血を受け継いでおり、サラブレッドにおける三大始祖の3頭を合わせた影響力があるとされている。コリング兄弟が生産した牛は、イングランド中の畜産家が争って買い求めた。大手の畜産家には多くの貴族が含まれていて、彼らは絵描きに金を払って入手した牛の肖像画を描かせている。こうしてコリング兄弟の牛はあっという間に全土に広まっていった。コメット号以外の牛も続々と高値で売れて、兄弟は商業的にも大きな成功を収めた。兄弟が生産した牛は、コリング畜牛群などと呼ばれていたが、そのうち、ショートホーン種という呼び名になった。これは彼らの師であるベークウェルが生産した、ロングホーン種と比較して角が短いので付けられた名前だが、実際のところショートホーン種の角の長さは、牛としては、平均的なものである。1822年には、ショートホーン種の血統書が刊行された。これは、家畜の血統書としては、馬のサラブレッド種に次いで、世界で2番目のものである。純粋品種としてのショートホーン種の始祖はコメット号だとされている。エアシャー種1906年のオーストラリアの純粋、ショートホーン種牛の広告。母牛はダチス28世とある。コリング兄弟が創出したショートホーン種は、乳肉療養で高い評価を獲得し、世界中に広まっていった。イギリスをはじめ、アメリカ、アルゼンチン、カナダでは最も多く飼育されている牛品種になった。世界各国で在来種の改良に充てられ、エアシャーオーストラリアンショートホーン種など、世界中で40以上の品種の祖となった。アメリカの遺伝学者、シューアル・ライトは、自著、エボリューション&ザ・ジェネティクス・オブ・ポップ・ヤレシャンズの中で、半世紀の間、世界で最も重要な家畜動物だったと評している。アメリカでは、ショートホーン種ははじめ、イングランド種の名前で導入された。これが商業的な理由で、ダラム種やティーズウォーター種などの呼び名で売買されたこともあり、主にダラム種の名前で広まった。ショートホーン種はもともと乳肉兼用種として創出されたが、イギリスではトーマス・ベイツという畜産家がショートホーン種のさらなる改良を企てた。ベイツはコリング畜牛群のうち、特に筆入能力の優れた個体であるダチス号とダチス3世号を選抜し、近親交配を繰り返した。これがダチス系やベイツ畜牛群と呼ばれるようになり、ショートホーン種の中でも乳用に適する系統となっていった。これに対してオリジナルのショートホーン種は肉用と考えられるようになっていった。ダチス系は1885年にデイリーショートホーン種として独立した品種として認められることになり、1912年から血統登録が行われている。デイリーショートホーン種は20世紀初頭にはイギリスの乳牛の7割を占めるほど繁栄した。日本では肉用ショートホーン種から黒毛和種が生まれ、アメリカを経由して入ってきたショートホーン種とデイリーショートホーン種を南部牛に交配して、日本短角種が作り出された。デイリーショートホーン種を配合された影響で、日本短角種は肉用牛ながら産乳量が多い。そのデイリーショートホーン種は日本でもかつて乳牛としてポピュラーだったが、後にホルシュタイン種にとって変わられた。コリング兄弟の生産した牛が最初に高値で売れたのは1799年だった。彼らの農場を見に来た。ある畜産家がフェイバリット号とその姉妹の牛を一目見て衝撃を受け、コリング兄弟の生産した牛を100ギニーで買ったのである。翌年にはダラムオックス号が140ポンドで売れ、さらに高値で転売されていって、ロンドンで大きな注目を浴びた。はじめの内回りの畜産家の大半はコリング兄弟のことをたまたま運が良かっただけだとみなしていた。しかし、この分野での最高の権威であるヘンリー・ベリー牧師は、当時からコリング兄弟の成功は入念でよく練られた計画の賜物と評している。ショートホーン種の祖先になった牛のうち数頭の個体名が伝わっている。そのうち、弟のチャールズが非常に気に入って購入した牛がハバック号というが、その時の買い値は8ギニーだった。当時の一般的な牛の落札価格は、せいぜい5ギニーだったと伝えられている。これに比べ、1810年にコリング兄弟が生産した牛を競り市に出して47頭が落札された時、その落札価格の平均は1頭あたり144ギニー余りにもなった。その中には、史上最高価格の1000ギニーをつけたコメット号も含まれている。さらに、これとは別に兄のロバートが生産した雌牛5頭を競りに出すと1頭200ギニーで売れた。彼らは1818年にも61頭を競りに出した。この時はそれまでに売った牛がすでにダーリントン周辺に広まっていたので、以前よりは平均価格が下がったが、それでも7484ギニーもの売り上げを記録した。後に畜産家29名が共同で、チャールズ・コリングに対して業績を称える銀杯を贈呈しており、それにはショートホーン種の偉大な創設者と刻まれている。コメット号艇のチャールズが1804年秋に生産したコメット号は後のショートホーン種すべての祖先牛となっており、品種の始祖と位置づけられている。チャールズ自身、コメット号を評して自分が見たり生産した牛の中で最高傑作とした。チャールズは1810年の秋にケットンの農場の生産牛を競りに出した。コメットもその中の一頭である。コメットは1000ギニーの値がついた。これは一頭の牛に対する価格としては史上最高値であるとともに、初めて1000ギニーに到達した記録となった。そのニュースはイングランド中に伝えられた。コメットのこの価格は途方もなく高いものだったが、その後コメットが素晴らしい種牛となったことで、その価格の妥当性が裏付けられた。コメット号は計画的で徹底的な近親交配によって生産されている。父のフェイバリット号は半兄弟かつ叔いの関係にあるボリングブルック号とフェニックス号の配合で生産され、さらに父子であると同時に半兄弟の関係であるヤングフェニックス号に配合されている。その均衡係数は 46.9% にも達し、コメット号は家畜を近親交配することによる系統繁殖の恒例として引き合いに出されることがある。ダラムオックス号は1796年に生産された雄牛である。父牛はコメット号と同じフェイバリット号で、母牛はハバック号の娘だった。コリング兄弟が生産した牛としては、近親交配が少ない方だったと伝えられている。この過疎下の子牛には、当初はケットンウォックス号と名付けられた。ケットンウォックスは、ダーリントンの町で開かれた牛市で売られ、140ポンドで買い手がついた。その時に、体重は168ストーンあり、さらに216ストーンにまで大きくなった。これは当時としては尋常ではない大きさだった。ケットンウォックスは専用の馬車に乗せられて見せ物にされた。5ヶ月後にこれを買いたいという人物が現れて馬車ごと250ポンドで転売された。この新しい持ち主は牛の名前をダラムオックス号と改名した。この新しい所有者は宣伝に長けた人物で2週間後には彼の元に売値の525ポンドでダラムオックス号を買いたいという申し出が来た。彼がこれを断ると、翌月には、買い値は1000ポンドになり、翌々月には2000ポンドにまで釣り上がったが、彼はこれらの申し出も、すべて断った。ダラムオックス号は、ロンドンで見せ物になった。1802年の記録では、見物量は1日だけで97ポンドの売り上げになり、さらに、ダラムオックス号を描いた版画が、年間2000枚も売れたという。半年後には、ダラムオックス号はイギリス中に知られるようになった。同時代のサラブレッドの名馬エクリプス号と並ぶ知名度を持っていたと伝えられている。当時、あちこちで絵描きが雇われてダラムオックス号の肖像画が作られ、貴族たちに買い上げられた。イギリスの各地でダラムオックスという名前の酒場や宿屋が誕生した。ダラムオックス号は陶器の皿の図柄としても人気があった。当時作られたダラムオックス号を描いた陶器は今ではレア物として5000ポンドもの価格で売買されている。また、オーストラリアのビクトリア州にあるダラムオックスの町の名はこの牛から取られたとされている。ダラムオックス号は見せ物として4頭立ての馬車に乗せられ、イングランドからスコットランドまであちこちの町を6年かけて巡って回った。10歳になる頃には3800ポンドもの大きさになった。しかし、1807年2月19日、イングランド南東部のオックスフォードを訪れている最中に、ダラムオックス号は馬車の上で足を滑らせて転倒してしまい、腰骨を脱臼してしまった。2ヶ月近くにわたって治療が施されたが容体は回復せず、痛みに苦しむため、4月15日に、とうとう殺処分された。ダラムオックス号は、ただ大きいとか目方があるというだけでなく、姿が非常に美しいとされている。また性質も温厚で、6年間面倒を見続けた、所有者の妻は、まるで子鹿のようだったと評した。ダラムオックスの死後、その業績を伝える32ページのパンフレット、アンアカウントオブザレートエクストラオーディナリーダラム、オックスが作られて出版された。ザ・ホワイト・ハイファー・ザット・トラベルドが7歳、1811年の時の肖像画。摂政時代のジョージ4世のお抱え絵師による作品。ザ・ホワイト・ハイファー・ザット・トラベルド号は、兄のロバート・コリングが生産した牛で、ダラム・オックス号と同時期のものである。父は、コメット号やダラム・オックス号と同じくフェイバリット号だった。この雌牛は白髪で、4歳の時点で1820ポンドもの目方があった。さらに2300ポンドまで成長し、売却された。そして1811年のクリスマスに、ロンドンのピカデリーにあったスリーキングス厩舎で、畜産界における世界最大の脅威として見せ物になった。その時点で体重は2488ポンドに達していたと伝えられている。ザ・ホワイト・ハイファー・ザット・トラベルド・ゴーも様々な絵画になった。雄牛のダラム・オックス号と雌牛のザ・ホワイト・ハイファー・ザット・トラベルド・号はコリング兄弟の生産する牛が品種としての確立したことを喧伝するものとなった。ショートホーン種が品種として確立する以前の祖先牛のうち何頭かがその個体名が伝わっている。ダチス号、チェリー号、ストロベリー号、オールドフェイバリット号などがそれにあたる。中でも最もよく知られているのが赤褐色と白色の毛が混じった雄牛、ハバック号である。ハバック号自身はコリング兄弟が生産した牛ではなく、ダーリントンの牛市で買い付けた牛だった。これを見出したのは弟のチャールズの方で兄ロバートに勧めてこれを8ギニーで落札させた。後にこれをチャールズが譲り受けハバック号と命名した。ハバック号はチャールズのケットン農場で種牛になり、後に有名となるダチェス号、デイジー号、チェリー号、レディメイナード号などの雌牛に配合された。コメット号、ダラムオックス号などの父フェイバリット号は、祖父フェルザム号の近親交配を持っている。そのフォーリージャム号の母の父がハバック号である。後世の研究者たちはコリング兄弟によるショートホーン種喪失にあたり、ハバック号が果たした役割は大きいと考えている。コリング兄弟は在来の牛の系統繁殖を繰り返したが、そうした近親交配を重ねることは牛の体質を弱くする可能性がある。ハバック号自身は地元の在来種とは異なるタイプの牛だったと考えられており、外部から導入したハバック号の血脈はコリング兄弟による強い近親交配によって生じうる弊害を防ぐ役割を果たしたとみなされている。19世紀の文献ではサラブレッド生産で異系血脈としてのヘロド系を血統に持っているものが名馬になったのと同じように、ショートホーン種が優れた牛になるにあたって、ハバック号は活力を与える、異形の血として作用したと評している。ダーリントン周辺は、コリング兄弟が生きていた時代には、ヨーク州に属していた。イングランドでは1970年代に、州の再編が行われ、ダーリントンは、ダラム州に移管になった。このため、コリング兄弟をヨーク州出身とすることもあるし、ダラム州出身とすることもある。現在はタイン川を挟んで北岸がノースシールズ、南岸がサウスシールズという2つのタウンに分かれている。文献により1782年とするものと1783年とするものがある。日本語文献ではデアリーをデーリーと転記するものとデアリーとするものがある。デアリーは酪農、乳製品などの意味で、イギリス英語ではデイリー、アメリカ英語ではデアリーのように発音する。農林水産省が平成22年に通知した家畜の純粋品種に関する文書の中では、デアリーショートホーン種は対象になっておらず、法定の呼称があるわけではない。ここではデイリーで統一する。イギリスの貨幣である1ギニーは21シリングに相当する。20シリングが1ポンドに相当するので、8ギニーは8ポンド8シリングに相当する。当時イギリス国内で最高賞金だった競馬のダービーの優勝賞金は1810年に1300ギニーだった。同年のコリング兄弟の47頭の売り上げはその約 5.2 倍となる。2016年のダービー優勝賞金は約75万1400ポンドであり、日本円に換算して約1億2000万円弱となる。ここから計算すると、コリング兄弟の1回の競りの売り上げは、現在の6億円余りに相当することになる。1795年とする文献もあるが、ダラムオックスを主題にした専門書が1796年としており、ここではそれを採用する。オックスは、お牛の意味。特に、ブルと使い分ける場合には、オックスは、去勢済みのもの、ブルは去勢していないお牛を指す。ハバッチと綴る例もある。ありがとうございます。